子どもたちがハガキで特殊詐欺への注意を呼びかけました。今日愛知県豊川市の高小学校では警察の特別授業が開かれ、3年生の児童が家族などが特殊詐欺の被害に遭わないようにストップ特殊詐欺と書かれたハガキにメッセージを書き込みました。詐欺に気をつけてねって書きました。おばあちゃんとおじいちゃんです。電話に出るときは番号をよく見て出てくださいって書きました。子どもたちが書いたハガキはポストに投函するなどして家族に届けるということです。